Guilty Gear。 はい、では行きましょう。ちょっとチーム名がですね、結構凝ってるんですね、このチーム。ちょっとごめんね、画像くん。と、ツイッター即席チーム、2代目けしからんファースト、初代オシャレバラコンミリア、07、2代目、女装子ラブブットマン、すごい名前ですね。なんで072かっていうのは頭に言われるまで気づきませんでした。さあ、あの熱い試合の後で出てくるのはロイソル対2代目ケシカンファースト。これはツイッターでね、募集したところ出来上がったチームということですが、非常にキャラバランスもパワーも中の人も強いですね。さあ、画面足、さあ、最近のロイさんの力強さは凄まじいですからね。シャンフェスが拾いに行く、画面足、ノーマキャンから、グリンガー、ハフニール、マイピー、タッシュアイ、ジャンディー、ホイホイ、これはあと1回残るかな。ガンフェからシャンフェ重ね、2点ニュース、ダッシュからの歩いて投げ、これがいやらしい。おお、細かく刻んできた。ファーストの空中ダッシュをガンフレームの上から殴っていく。空中投げ、上をしっかり見ています。ガンダッシュを止める。そして昇竜拳、足払いのスカシからの昇竜拳、いい判断。画面端じゃねえよ、なんか画面端ってね、癖になってますね。なんか大体ワンコンボで弾くなっていうイメージがあって、もう先読みで声出しちゃったりするんですけど、すいません。うお、素材、そしてキックアンキャンセル、すげえ、すごい判断だ。おっと、カウンターヒット、マイピーで吹っ飛ばして、おっと、エース空中足の先に置いてある、飛ぶ、空飛ぶ、空飛ぶ、愛を投げつける。画面中央、ガンフレームからジャンハイ P、 そして一瞬四隅、マイピー対決、タフにいる、マイピー出し合い、いつものコンボで先方戦勝利したのはロイソル。一瞬投げを匂わせてのマジジャンプさせてのドル潰しでした。やばかったっす。手間かけさせやがって。そう、ウィン、ストレイト、まずてめえ、 Here comes the daredevil。 Who dares to enter the main?さあ、続きまして出てくるのは、07、2代目女装子ラブ。すごい当て字なんですよね。そう、最初なんて書いたのか分かんなくて、うん、最初突撃なんちゃらかなと思ったらツイッターだし、ね、本当に面白いです。さあ、ベッドマン対ソル。どうでしょうかね、この組み合わせ。ちょっとめんどくさそうな、お互いにめんどくさそうな雰囲気はします。触れることさえできればソルが結構グイグイいけるような気がするんですけども、開幕ちょっと触るのをミスってしまうとなかなかうまくいかないような気がします。結構判定が強いので、ただこう触られるとベッドマンやっぱ辛いですね。さあ、ジャンフェからタッチで無料につないで S ハイスラー、ギャンを使って動きを確認、アート当たってる。あのね、空中シータスク絶妙な位置にありましたね。ベッドマン、ウィン、デュオ2、トゥー、トゥーン、アップ、ヒッ、
さあ空中うまい、ほんとにすごい画面端 PSPS と決めてぐるぐるーっと作っていく。おっとガドン PS 立ち配から PS に入ったらリボルバーで画面端に運びつつパクっていきたいところ。さあ上から行くかマイビータイク中央でどう触るか S から PP ハイスラー無理せず起こして画面足。さあこれ出てくるな PHG。 ああもう消えた。今日はなかなか短命でございます。さあ武器は通していく2ハイスラー安定コンボです。さあ取り返しまして最終ラウンドDuo 3 Turn up the heat. さあ PSPS と前移動を挟んでいきます。ああよしから A ダッシュを決めに重ねてここで位置が入れ替わりますか分からない。ここはブッキラーバックショットで返していくいい判断でしたがちょっとね反動があります。衝撃波がありますんでねちょっとスタートが遅れたかといったところですね。うまいマイピーから金エス位置も入れ替えて画面足 C でシャブが残っている状況無理はできない。ロイソル A ダッシュをぶち当ててここでバーストジャンプハイスラーが刺さるこれは美味しい。バースト届かないしかし距離を離していたためベッドマンも反撃できず。マイピー対決見ておりました。勝ったのは助走クラブバックヤードから生還しただけはあり多少は僕の能力に勘が働いているようだね。それが脅威となる前に疾走する魂勝利おめでとうございます。そうですね、次は A と B で嘆きの画伯チーム対パン工場アッセン2対ターゲットオブデストラクションとなります。で先ほど A 番台でパン工場チームは移りましたので B 番台でパン工場 A 番台でターゲットオブデストラクションとやる予定です。Heaven or Hell Duel 1Let's rock. さあ長谷川伊野対ジョフォークからのウェットマン。パン工場はバタコさんがバタコさんだからパン工場です。さあ画面スイッチジャンハイ返して総裁合戦どちら勝つか。ピピピさあジャンケ中断ちょっと待って安くなってしまったつながっている痛いなんだかんだこのモータル中のベッドマン超強いですからね。さあ画面中央でさあジャンピージャンハイからケミカルへ空中ダッシュ着地投げ強化手通りベッドマンなんか地獄がガードみたいになってますね。落としておすすめはジャンケージャンピー長いコムから画面端におーピーで返してピーピーキンエスヒットの確認からキンエスにつないで C タスク画面中央どんどん追いかけ C デジャブ KPPP から日系金 S がタック系発射ですね。リーチが入れ替わるめくりそして B デジャブが出てきた。マイハイが出てきたなんという投げ仕込み。ああそしてまたもや投げ強化書すごいですね。なかなか難しいんですけどねあれガード中に前に入れてるってわけですからねあれ
な野郎だな。そう、5フレームの発生の技で1フレームの投げを仕込むっていうね意味がわからない。使っちゃいますね、これは。さあ、おしゃれバラコン、なんだっけ、おしゃれバラ、魂じゃないよこれ。おしゃれ初代おバラ、えバラコンのほらバカや、そうそう、あ、つぶさん、つぶさんすごいな、やっぱ感動しちゃう、尊敬しちゃいます。初代おしゃれバラコンだよ、ほらな、おしゃれバラコン、バタコンみたいなもんだよ。バタコンは殺意が湧くさあ、そのバラコンまでたどり着くことができるか。まずはその置き攻めの強力な2キャラ、ミリアが置き攻めをし、じゃねえや、イノが置き攻めを仕掛けております。これめくりだけ、これは見えない。ロイさんがめっちゃ嬉しそう次、パン工場チームはですね、投げさんのチームと B 番台で行う予定です。 A 番台は、お待たせした、おしゃさんのチームと、アッセンチームを行う予定ですので、よろしくお願いいたします。さあ、手投げ、ダメ出し、やばい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 、おっと、2ファイストに出して、見てから、ケミカル返し、そして走り、おー、いやらしい、そして今度は中段を通す。なんだこの教科書。あー、やばいですねこれ。イノ、ウィン、ストレイク。髪は女の命って言うけど、あなたの場合例え話じゃない。じゃあラスト1回戦を2つ行います。投げ機能画伯チーム対、パン工場 2P 側じゃねえ、 B 番台、どちらもいいんですけど、アッセンニーチーム対ターゲットオブデストラクションチーム、試合でーす。ヒカル属性です。